吉田第8話、日本の映画監督、CM ディレクター。鹿児島県出身。2013年、霧島、部活やめるってよで、第36回日本アカデミー賞、最優秀監督賞、最優秀作品賞をはじめ各賞を受賞。ラサール高等学校、早稲田大学第一文学部卒業。高校までは音楽をやっていて映画はあまり関心が、なかったが、 状況後に見た、爆裂都市バーストシティで映画にはまり、大学4年間で映画を見まくり、人気なき戦いや、太陽を盗んだ男などに感銘を受けた。1987年に、CM 制作会社の TYO に入社。以降、20年間 CM ディレクターとして、数百本のテレビ CM を手掛け、様々な広告賞を受賞している。テレビ CM 以外には、 ミュージックビデオやテレビドラマ、ショートムービーなども演出しており、2007年には初の長編劇場用映画、ふぬけども悲しみの愛を見せろを監督し、同年の第60回カンヌ国際映画祭の批評家週刊部門に招待され、話題となる。2013年、霧島、部活やめるってよで、第36回日本アカデミー賞、最優秀監督賞。 最優秀作品賞をはじめ各賞を受賞。同作は書道こそ振るわなかったものの、鑑賞者による口コミの広がりにより6ヶ月以上に及ぶ異例のロングラン上映となった。2017年に僕そのものの考え方を半分くらい作ったと語るほど自身の創作に多大な影響を受けていたミュージシャン平沢進と対談を行う。ありがとうございます。